どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はブルックリンのねニューヨークストリートに来ております。これからね、タイムアウトストアマーケットっていう新しくできた、ショッピングモールみたいなところにねちょっと行きたいと思ってます。ちょっと私も行ったことないんでね、どんな感じなのかちょっとわかんないんですけども、こちらシェアできたらなと思って今回動画を撮っております。それでは行きます。残念ながらね、今日はまあそんな強くないんですけども、あいにくの雨ですね。ちょっとパラパラですけど降っています。いや今回あれだったんですよね、傘を持ってくるかすごい迷ったんですけども、結局で、まあちょっとぐらいの雨だったらウルトラライトダウンで防げるだろうっていうことで、こんな見栄えとなっております。恥ずかしい。で、ここはねこんな感じで軽く壁画も楽しめたりもします。おしゃれな建物もマンションなんですかね、ちょっと分かりませんけども、まだ出来上がってないのなさそうですけど、おしゃれですね、作りからして。ここはね、もうザ・ブルックリンって感じなんですけども、最初来た時にこのブルックリンの雰囲気もね分かんなくて、昔は治安が悪かったと思う来ますんでね、最初の方は行くのを恐れていたんですけども、今はもう全然大丈夫ですね。昼間の時間帯は歩いてる人も多くて、お店もたくさん増えて、
ぱりね、人がたくさんいるとね、安心ですよね。本当にニューヨークの人は本当に傘をささないですね。ちょっと寄り道します。このポイントはちょうどね、この橋の間にエンパイアステートが見えるという、今日ちょっとあんまり天気良くなくて映ってるかどうかわかんないんですけども、ちょうど間にね見えて、こんな感じで写真撮ってる人もいます。一応あの写真出しておきますね。一応橋 の間の真ん中からエンパイアステートが見えるみたいな、そんな感じで、結構ここはね雑誌とかのね写真スポットみたいな感じでも紹介されてることが多いです。雨が強くなってきちゃいましたね。それでもほとんどの人が傘をささないニューヨーク。これどれぐらいになったらみんな傘さすんでしょうね。日本だったら今のこの感じだと絶対みんな傘さすぐらいの振りなんですけどね。いやあ、雨が降ってなければもっと最高だったんですけども、こちら向こうにメリーゴーランドがありますね。いや、ここも眺めが本当にいいですね。ではタイムアウトマーケット着きました。ですね、ここから入れるの。一応8時から営業開始って書いてあったんで開いてますね。中に入ります。タイムアウトマーケット、いや本当にできたばっかりな感じがしていいですね。
ではね、タイムアウトマーケットの中に入ってきました。いや、まさかね、朝8時から営業してるということで、さすが観光スポット力を入れてる感じがしますね。こういうショップがね、たくさん並んでて、ちょっとこっち見ていきましょうか。8時からやってるっていうね。まあご覧の通りお客さんはほとんどいないんですけども、やはり観光スポットなんで、そして新しいんでね、できるだけ早く営業するっていう感じなんですがね、店の準備が整ってない感じがすごいします。別荘、こう日本のお店ですね。ジャパニーズプライドチキン、店員さんは外国の方。あ、一応ね、フロアガイドがありました。グランドフロアと5階もあるみたいですね。バーがあるって聞いてます。まあ、お店はねこんな感じになってまして、ルーフトップのねバーもあると聞いておりますけども、ちょっと雨が降ってるんでね、ちょっと見には行きたいですけど、外には出れそうもなそうですね。とりあえず一周してみたいと思います。いや、日本のお店は日本のお店なんですかね。まあさすがに別荘っていう名前だから日本のお店だと思うんですけど、バーですね。まあ今まだ朝の8時半ぐらいなんで、まだお客さん全然いないですけども、これからねどんどん増えていくんではないでしょうか。いやー、おしゃれだし綺麗だしね、いいですね。これで一周した感じですかね。でね、5階にも行ってみたいと思います。エレベーターはこんな感じです。最近はもうノースモーキングと一緒にイーシガレッツもダメですよって表示に変わってるんですね。まあ多分こう書かないとアメリカ人の人は多分吸うんでしょうね。アメリカ人の友達が言ってました。あ、すごい見晴らしがいい。日本は、やっちゃいけないこと、やっていいことが書いてあって、アメリカにはやっちゃいけないことだけ書いてある。だからアメリカはやっちゃいけないこと以外はやっていいっていう、いかにもアメリカらしい発想ですよね。ということはやっちゃいけないこと以外は全て自由ってことですよね。まあ別に間違った解釈じゃないですよね。そんな感じで、ああ、ここはいいですね。あ、特に何も利用、あ、雨ちょっと弱くなってますね。特に何も利用しなくてもこのルーフトップの場所に出れるんですね。これはいいですね。あ、すごい。いやー、これはニューヨークが一望できますね。
ちょっと雨は降ってますけども、そんな強くなくて良かったです。あ、ここはぜひ皆さん来てほしいですね。メリーゴーランド、ワンワールドトレードセンターも見えますし。これはニューヨークの定番スポットになりそうですね。こうなんつっても、変な、もうお金の話ばっかりしちゃいますけど、ここ入るだけだったらお金かかんないですからね。で、やっぱり上にルーフトップのバーがあるみたいですね。ちょっとまだ8時なんでね、やってないと思いますけど、これは素晴らしいですね。いや、ここは夜になったらさらに綺麗でしょうし、人もすごい増えるでしょうね。中は入れる、あ、でも中はオフィスっぽいですね。どうなってるんでしょうか。一応5階にもお店がみたい。あ、こういう感じなんですね。朝11時からじゃないとやってないんですね。ってことはこの朝の時間帯は扉は開くんですね。扉は開く、まあ、ここまで入れるのかな。いや、これもまたおしゃれな壁画、おしゃれなオブジェですね。ではね、1階に戻ってまいりました。まあ、ここはね、お手洗いもあるということなので、ここに遊びに来た際はね、お手洗いも利用できます。まあ、とりあえず一周いたしましたんで、そろそろね、外に出たいと思います。あ、書いてありますね、パブリックレストルーム、素晴らしい。2階が入れるみたいですね。1階も行ってみましょうか。さっきいたのが5階ですので、あ、さっきの上の部分がルーフトップパークって呼ばれるところなのかもしれないですね。階段もある。さっきと場所が違いますね。いや、一緒かな、いや違うか。ちょっと上がってみましょう。やはりさっきの場所と一緒ですね。こっち側にも来れるんですね。ここまでが来れると。いや、また景色が違っていいですね。ブルックリンブリッジを目の前でガツンと見れます。電車が走ってるんですね。すごい。それでね、そろそろ外に出たいと思います。いかがだったでしょうか。今回はタイムアウトマーケットを紹介させていただきましたけども、ここね、多分これからニューヨークのテーマスポットになっていくんじゃないでしょうか。無料で入れますし、バーもあって、しかも駅からもすごい近いんで、いいですね。しかもニューヨークの夜景がね、すごい見れます。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。